影管にチューブ付きアダプターを接続します。空気ポンプにチューブを接続し、スプレー缶に空気を入れます。アダプターを外します。スプレー缶の重さを測ります。水で満たした1リットルのメスシリンダーを使い、スプレー缶の中の空気を1リットル抜きます。空気を抜いた後のスプレー缶の重さを測ります。実験結果をもとに空気の密度を計算します。